はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はシラスデビューガチャを引いていきたいと思います。シラス高校の方がね、配信開始となりましたので、シラスの4キャラが今回、デビューとなっております。でガチャの内容としては10連携ですね、2回目が SR 以上1枚確定で、3回目4回目5回目がバナーから SR 以上1枚確定というような内容になってます。まあ、ちょっとね、石の都合上自分は今回、40連で、ガチャを引いていきます。まあ、シラスのね4キャラはどれも使いやすいキャラだと思いますので、まあ、持っていてね全然損はないキャラだと思います。じゃあ、まずはタンガチャからまた引いていきますか。これはバナーから R 以上1枚確定ですね。最近タンガチャの奇跡はないね。まあ、そうそう起こらないんだけど、そんなの。うん、クラヤさん、クラヤなぎちゃんですね。じゃあ10連の方に行きます。ここはバナーから PR 以上1枚確定で、 SR の出現率は2倍ですね。まあ、入っててくれると嬉しい。お、来た。一番最初に入ってくれてるとさらに嬉しい。これどこ何番目、2番目か。ススキ、おー、赤原、よし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 。赤原もね使いやすいですね、本当にミート骨をね持ってるっていうところがいいですね。あとねイベントでね結構回復してくれるんですよ赤原は。結構出んなPR が2枚出てくれたのは何気に嬉しいな。結構今回 PR キャラが多かった気がする。じゃあ20連目に行きましょう。ここは普通の SR が1枚確定ですね。マグロもね結構欲しいんですよね。後々ねコントロール上限アップのキャラが来た時にマグロくん活躍するんで、はい、マグロくんですねよしよしよし。マグロ、マグロ祭りになってほしい。マグロ祭りにはならないか、桜の宮とかミキサーはねまだもうちょっと取っておくことにします。いつかねどうせミキサー祭りみたいなのが来るんで、まあ、ただあんまりね取っておくとボックスを圧迫されちゃうんで、ちょいちょい放出はしていかないといけないんですけど、なるべく取っておきたいですね。で3どうしようかなもうこれで赤原とマグロがいるんだよね。なんかね石をねやっぱりね取っておきたいなっていうのもあるっちゃあるんだけど、まあいいや、とりあえず3回目は引こう。ここで考える。ある程度揃ってくるとね、最悪1体くらいだったら借りればいいやっていう話になってくるんで、マグロか。まあ、クラヤちゃんちょっと欲しかった気がするけど、あと1回まあ引いとく、せっかくだし。ここはちょっと微妙でしたね。マモルくんの PR とかもういらないんで、じゃあもう1回いきましょう。4回目も引きます。ほい、2枚入っててくれないかな。おお入ってる、最初と最後。おお、マグロこうなったらもうマグロ祭りになってほしいよね。 PR よし、マグロマグロマグロ祭り。おお、シノノメくんだ、よしよしよし。シノノメもね持ってなかったからね、これは結構嬉しいな。というような感じになりましたので、まあ上限解放はまだそんなにするキャラはいないかなというところで、じゃあクラヤちゃんはちょっとお借りしますということで、まあ、次回はね、サクセスの方シラスでやっていきたいと思います。
まあ、ちょっとねシラスはね俺の中では、まあ、やっぱり野手向きかなと思ってて、投手はねめんどくさいんで、まだサクセスの画面に入ってないんで、多分アプリと同じシステムだったらちょっと投手はめんどくさいかなという印象があるので、マグロくんの活躍は多分ちょっと先になりますね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。赤原と、マグロが手に入りましたということで、次回、サクセスの方をやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。